続けて個数と買った個数と代金についての問題です。ちょっと読んでみましょう。ポテトチップスを6袋、チョコレートを8つ買うと合計2040円でした。ポテトチップスはチョコレートより60円高いそうです。ポテチの方が高いやね。それぞれのお菓子の値段を求めなさいっていう問題です。これもさっきの問題と似てるやね。それぞれ買った個数があって合計が分かっていますよと。 まあでも、どういう方程式の問題でこれからもいろいろやっていくと思うけど、どういう方程式の問題でも、解くときのステップは一緒やね。まず最初、何してあげるかっていうと、聞かれているものです、これね、それぞれのお菓子の値段を求めなさい。これを X、文字に置いてあげます。で、これはさっきと一緒で、それぞれって聞かれていて、チョコとポテチ二つ聞かれてるんやけど、どっちらか行くだけ文字にしてあげたらいいんやね。 で、ちょっと個人的にチョコが好きなので、チョコでいこうか。えー、チョコレートの値段を、おっと、X 円とすると、こうしますよと。え、そしたら、これでまず文字で置いてあげたら、この文章、にぎわれね。 この中に出てきている数とか量の関係をこの X を使って表してあげるよね。大丈夫チョコレートの値段を X にしたら、まずちょっと考えなあかんのか。ポテチの値段やね。これ Y とかしたあかんで。ポテチの値段を X を使って表そうとすると、ポテトチップスはチョコレートより六十円高い。チョコレートより六十円高いでな。X 円より六十円高いなので、 ポテトチップスの値段はどうなるうか、うん。x より60円が高いんやから x たす60円になるやな。これがポテトチップスの値段です。そしたらあとは代金やね。ポテトチップスは6袋を買ってチョコレートは8つ買ったやの。それぞれ x たす60円と x 円です。これを表してあげるとまずチョコのほからこうか。 え、チョコは X 円でそれを8つ買ったんやから、X 円が8つ、X 円が8個あるから、X×8 やな。ちょっと順番入れ替えて、8X ですよと。これがチョコの代金です。大丈夫 そしたらで、次はポテチの代金を表しますと。これも同じように考えて x、X たす60円を6袋。X たす60が6つあることになるから、これもかけ算やね。X たす60かける6で、6をちょっと先に持ってきて。かけるかかんでもいいのね。こうなりますよと。これがポテチの値段です。ポテチの代金やね。ごめんごめん。 そうしたら、ここまで来て、他に X を使って表せる関係ってないやな。数とか量ってないやな。ここまで来たら、今度は最後のステップ。等しい関係を見つけて、イコールの入った方程式を作ってあげるんやね。で、どこが等しいかっていうと、こういうお金の問題の時は、この合計に注目してください。合計が2040円ってことは、これとこれ。チョコの代金とポテチの代金を合わせたら、 合計2040。こうなるね。これイコールが入っている方程式を作ることができました。もうここまでできたら,らもうこっちの前ね。あと方程式を解いていくだけです。え、8x 足す、6x 足す、これ0万かけねな。かっこ邪魔やから。え、360です。イコール2040ですよと。そしたら x を先に計算して 14x です。 三百六十は邪魔やからこっちに来てもらったら二千四十引く三百六十これちょっとやってみようか引き算するとゼロですここは引かれへんから十九にするなこう千の位から借りていきますそしたら十四になって八やね十九引く三は十六です千六百八十になりますよとそしたら x x はどうなるかっていうと両辺14で割ったんやね。x は14で割って 1680÷14 は120やね。これちょっと難しかったら筆算でやってもいいです。x は120になりました。これは何が出てきたかっていうとチョコレートの値段を x 円とすると,とって言うてたからこれはチョコレートの値段やな。そしたらポテチとチップスの値段はいくらになる両方求めなかねの。 ポテトチップスはチョコレートより60円高いから、この120に60を足してあげたらな。180ですよと。チョコレートが120円,ポが円,が120円。ポテチが180円になりましたと。答え書いとこうか。チョコレート120円ですよと。そしてポテトチップスは180円ですよと。 これで出すことができましたこれもさっきの問題とというか全部方程式解いていく文書材で解いていく時のステップは一緒ですまずは聞かれているものを文字に置いてくださいあ、ここじゃないなごめんごめん最初の位置へねここへねチョコレートの値段を x 円とするとというふうに文字に置いてあげましたそしたら次は何するかっていうとこのポテチの値段だったり え、チョコの代金とか、ポテチの代金、X で表せるものを見つけていくんやね。そしたら最後、イコールの関係を見つけて、方程式を立ててあげますよと。で、こういうお金の代金についている問題の時は、このお金イコールの形になっていることが多いです。そしたら、あとは解いていくと。で、この3つのステップ、しっかり押さえるようにしてください。